こんばんは。イベント残り待ってくださいね。シェアしてる。めっちゃ真面目に打ってる。めっちゃ真面目に打っております。少々お待ちください。 OK、 シェア完了。いよいよラストです。皆さんいよいよラストスパート。残り1時間ですね。切ってます。残り1時間。こんばんは皆さん、こんばんは。あ、バラオさん、クモありがとうございます。ありがとう、ありがとう。トリプル M って呼ぶって言ったよね、リカ、この前。ショールームではとか言って、ありがとう、嬉しい、ありがとうね、嬉しい、本当にありがとう。猫タワー、ありがとうございます。猫派ですか。ありがとう、めっちゃ嬉しい、ありがとうね。めっちゃちょっとめっちゃ声出た。ありがとう。ちゃーくん、くまたわ、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ともじいさん、ありがとう。パンダタワー、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、本当にありがとう。ともじいさん、ありがとう。早く会おうね。ちゃーくん、くまたわ、ありがとうございます。嬉しい、いつもありがとう。めっちゃ早く会っていっぱいお話ししようね。トリプル M! トリプル M ってここでは呼ぶからな。ありがとう、本当に早く話そう、また。嬉しい、ありがとう。あ、お手紙ありがとうございます。ありがとう。あ、レインボースター、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうね、みんな。ありがとう。あ、マコリンさん、クマありがとうございます。嬉しい、ありがとう。うわ、ヒロさん、レインボースターいっぱいありがとう。嬉しい、ありがとう。ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。じゃあましてじゃないじゃん。ベイマックス、ありがとうございます。ありがとう、後ろ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうね、本当にありがとう、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 ありがとう。モブトークまた出演したいです。ありがとう、姫です。嬉しい、ありがとう。これで、待って、ありがとう、マッスータワー、ありがとうございます。嬉しい、マッスー、ありがとうね、マンス、いつもありがとうね、ありがとう、ありがとうございます。シャケンさん、ありがとうございます。マンス、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、本当にありがとう、みんな。ちょっとヒロさん、ありがとう。ねえ、ヒーロー、ありがとう。パンダ、ありがとうございます。パンダタワー、ありがとう、嬉しい。もうみんな。ダメだって、もう青木を泣かせに来ないでよ。ありがとう、嬉しい、ありがとう。レイモスタもラブレタもありがとう。もうちょっと見て、もうこれ逆立ちの途中みたいになってるやんか。ありがとう、パルオさん、ありがとう、パルオ。ありがとう、猫タワー、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうね、本当にありがとう。みんなレモンスターもお手紙もありがとう。パルオ、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。これで、これでお城に住んでて、タワーを持ってて、パンダを飼ってて、猫を飼っている青木です。姫です。ありがとう、嬉しい、本当にありがとうね。
やばいやばい、もうやばいよハートありがとうございます。もうちょっと言葉が出ない言葉が出ません。うんみんなありがとう、キラキラもハートもバラもありがとう、あんちゃんくまありがとうね、ありがとうありがとうございます、ありがとう本当にみんなありがとうね、お昼もありがとう、うわすっごいキラキラしてる、何このもうさもうさキラキラで青きんもないんじゃない、え翔太ありがとう、もう待ってよもう本当にも もうありがとう翔太、パンダ次はパンダになってるじゃん、ありがとうありがとうパンダさん、ありがとうございます、嬉しい、一人して名前つけていこうかな、もうそんなんも思い浮かばないよありがとうみんな、嬉しい、ありがとう、私にできることねえねえねえ、そんなことないよ、もう配信見てくれてるのがもう本当に嬉しい、ありがとう、もうそもそもの話をみんな青木に時間を割いてくれて本当に見てくれてありがとね、なんか食べ物の話ばっかしてね、キットさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうキットさん、タワーありがとう、嬉しい、ありがとうございます、キットさんありがとう、本当にありがとう、最近会いに来てくれないけどねけど嬉しいよ青木、嬉しい、ありがとう、うん、ありがとうございます、本当に嬉しい、あーごめんなさい炊飯器の音が鳴ってるんですけど、ロッカーさんロッカーありがとう、もうロッカーのロッカーをこじ開けちゃうぞってね、ロッカーありがとうありがとうロッカさん、お城ありがとうございます、これであれだ別荘もできてるもうありがとう本当に、あともじいさんもパンダのタワーありがとう、ともじいありがとう、ともじいはともじいの方がいいの、それともともじいさんの方がいいのありがとう本当に嬉しい、ありがとうね、ありがとうございます、あーパルオさんありがとう、本当に皆さんも本当にもう無理のないようにも本当にありがとうございます、本当にありがとうございます一回前髪くしで溶かしてください、溶かしてください、失礼しますありがとう本当に、レモンさんありがとうございます、呼び捨てでありがとうありがとう、ともじいありがとうね、いやもう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 、しゅうじさんありがとう、しゅうじさんありがとう、もうしゅうじしゅうじありがとうありがとうね、本当にありがとう、待ってもう青木やばいよやばいよやばいよ、もう本当にもう本当にもう本当にもう可愛いし絵文字ありがとうありがとう、修二さんありがとうね、本当にありがとうございますあー Y さんくもありがとうありがとう、そうさっきご飯食べてなかったから急いでそう食べに行きましたさーて何を食べたでしょうか、今のさーてサザエさんやったよな、はいさーて青木は何を食べたでしょうかありがとうございます本当に嬉しいけど、今何分かをね青木は見ます、7時9分ですありがとう本当に、パンも食べたね確かに、あいありがとうありがとう、友達ありがとうね、あーてっちゃんくまありがとうございます、ありがとう、最近サザエさん率高いね、確かに高いかもしれないもう本当に次サザエさんの髪型で出ないといけないかも、あラッチありがとう、ラッチさんくもありがとう、ありがとうございます、ハンバーグじゃないな、ハンバーグは食べてないんだよなお手紙ありがとうございます、あユージさんありがとう、ユージありがとうね、ありがとう、早くまたいっぱい音楽の話もしようね、
あー、ともじいありがとう。ともじいくまありがとうございます。嬉しい。ひろしさん、くまありがとうございます。ありがとう。そう、サザエさんだな、これもう一個いるね。あ、ドアランチョスさん、ありがとう。くまありがとうございます。ありがとう。こんばんは、こんばんは。皆さん、イベント残り50分ですね。50分を切りました。いや、なんか初めてだ。やばい、語彙力失ってるよ。青木、青木語彙力失ってるよ。ハートありがとうございます。結果がどうなろうとまたまかりだよね。嬉しい、ありがとう。楽しみだ。めっちゃめっちゃ楽しみ。なんでお腹出てるんだろう。なんでなんで、さっきグラタン食べたからかな。そう、昨日さ、みんなとグラタンのお話ししたからさ、グラタンどうしても食べたくなっちゃってグラタン食べちゃった。けどグラタンとあのソフトクリーム食べた。めっちゃ食べちゃったよ。そう、けどなんかいつまでたってもこの脂肪減らないからさ、なんかあれかもしれない、もうお菓子ってやばいってことですね。こんなこんな、すごい。まあ絶賛までにはなくなります。なくならす。なくならします。ごめんなさい。正解。いっぱい食べましたね。 ありがとう、みんな。あー、キースさん、クマありがとうございます。ありがとう。お腹の脂肪ってなかなかつくことなかったけど、ついたらこんなに落ちないものなんですね。びっくりしました、本当に。なんかいつもさ、食べ過ぎた後でさ、あー太ったわーって言ってさ、お腹パって出てるけどさ、あれってさ、あの胃がさ出てるだけでさ、脂肪じゃないんだって実感した日でした。なんか今はしっかり脂肪になってるんだなっていうのを実感した。こんな落ちないものなんだと思って。そう、だから胃が膨れてるのと脂肪ってまた別なんだね。中性脂肪はなかなか、やっぱそうなんだ。もうちょっと本当にやらかしやらかし。やっぱお菓子は後から来るんですね、こうやってね。気をつけますって言いながら晩ご飯今作ってるんですけどね。今日の晩ご飯はもうめんどくさいので、そう、ご飯を作るのがめんどくさいので、あの鶏むね肉を食べます。だけどそう、お昼に、お昼じゃない夕方か、あの、まあ、グラタンということで、グラタンとソフトクリームということで脂質を取りすぎということで、青木夜はちょっと脂質を控えないとと思いまして、はい、そうなんです、脂質控えめのご飯にしようと思っています。そう、レンジじゃなくて炊飯器にしました。そうで、お米もね、ちょっと食べたいなとか思ったんだけど、今迷い中だけど、とりあえず一緒に炊いてる。顔まんがい的な。顔まんがい的な。けどごま豆腐も買ったから、だからちょっと迷い中です今。そう。レインボースターありがとうございます。あ、8位まで61万ポイントだ。ありがとうございます、本当にありがとう。で、なんかもう余ってた新玉ねぎもとりあえずぶっこんどいた。そう、ぶっこんどきました。これは炊飯器は、そのなんか、まあ、鶏ももの方が絶対おいしい。鶏もも肉です、絶対に鶏もも肉だけど、あのちょっとカロリー気になるなみたいな、質気になるなみたいな方は鶏むねでいいと思うんですけど、鶏むねでいいと思うんですけど、あ、ありがとう、ケンさん、クマありがとうね。ありがとう、嬉しい、ありがとう。おいやべっち、ありがとう。ありがとう、一週間お疲れ、帽子ボール回してる、帽子だって、コスモス、ありがとう、嬉しい、ありがとう、こちらこそありがとうね、嬉しい、楽しかった、早く会おうね。お仕事大変だと思うけど、そうそうそう、カロリーね、もう昼の時点でね700超えた。だから夜回したら1100いくかいかないぐらいじゃない多分。そう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 。で、まあ、炊飯器に、あの、もうやばい、もうこれ見て話せない、嬉しすぎて、ありがとう、本当にありがとう、みんな。そうそうそう、鶏ももの方が断然美味しいんですけど、あの炊飯器に、まあ、お米入れて、あの
鶏もも肉とか鶏むね肉、まあ、それはおすすめ、何でもいいです。とりあえず鶏肉、肉を入れましょう、肉をお肉を入れて、まあ、ネギとかね入れたい方はあのネギの青い部分とか入れたりしちゃったりして、私はめんどくさいからしないですけど、でそこに鶏ガラスープの素、鶏ガラスープの素、そう中華系のなんかそっち系のやつと、まあ、お醤油、これはお好み、ごま油もお好み、ニンニク生姜お好みお好みばっかだけどちゃんとしたレシピはニンニク生姜とか入れたりして、でまあ料理酒、みりんも入れたかったら入れてもろて、お砂糖も入れたい人は入れてください、私は入れないです。まあ蜂蜜でもいいですけど私は入れてないです。でも一緒に炊いたらもう完成、もうピピピってなったらもう出来上がる。洗い物も炊飯器だけ、炊飯器のお釜だけです、釜だけです、おすすめです簡単ですよ、皆さん作ってみてください。けどなんかできれば炊飯器でお米以外炊きたくなくて、できればね、だから相当嫌な時しかそのやらない。あとサニーレタスがもうしおれてたから、あ晩ご飯食べるものないなと思って、そうでそれにしました。そうそうなんです。あけど青木目分量だからなんかわかんない、出来上がってさもしかしたらめっちゃ味濃いかもしれないし、それはわかんないですけどできてからのお楽しみ。だけど今日はニンニクも生姜も入れなかった。本当は生姜は入れたかったんだけど、あの入れ忘れました普通に。けどいい匂いしてきた。あと3-40分で炊けるっぽい。こうしてありがとう。美味しそう、美味しいよ、おすすめ。一人暮らしで、ねいいよねこれね。めっちゃいい。なんかまだ7時なのに、じゃあもう7時なのにさ外が明るいからさ、なんか変な感じ。しょうがなしはしょうがないだよねだよね。ハートありがとうございます。レンブスターもありがとう。そう終わったくらいにちょうど食べれるようにしてますできる限りね早めの時間に食べ終わっときたいのでね、はいこんばんは、こんばんは。あとねなんか美味しいごま豆腐を探しているから皆さん情報を求めています。青木美味しいごま豆腐探しています。さとちゃんくもありがとうございます。ありがとう。美味しいごま豆腐を探しております。青木高野山だっけのごま豆腐っていっぱいあるじゃないですか種類。何が美味しいんやろうね。なんかごま豆腐って言われたらさ黒ごま豆腐、黒いさやつが好きなんだけど、そうで最近食べてなかったから今日は黒色の買ったんですよ。だけどなんか最近ごま豆腐について調べれば調べるほど白いさ、白いのが定番なのかなごま豆腐って。いややっぱなんか白いごま豆腐を食べたくなっちゃいましたよね。けど今日スーパーに行ったらなんか味噌だれがちょっと違う、いつもとちょっと違う味噌だれのごま豆腐が黒色だったのでそれにしました。最初手に取ってたのは違うやつだったんだけど、そうどうしようどうしようって迷って、まあどっちも買って、で今日は黒ごま豆腐にしますそうこの前さ一人でさこのぐらいのごま豆腐食べた、このぐらいのそうなんか高野山のごま豆腐売ってたんだけど、どこだっけな、なんかカルディみたいなお店みたいなとか言って、そういうなんかいろんなさ世界とかさ日本中のさなんか食材集めてるお店で売ってあったんですけど、タレが別売りだったんですよ。そうでお醤油つけても美味しいですよって言われたけど、ごま豆腐のタレはやっぱ味噌だよねと思って、そうでやめた。けどねごま豆腐ってね脂質高いらしいよ、びっくりした。そうしないで、嬉しい、ありがとうございます。皆さん嬉しいです、美味しい、ありがとうございます。そう高野山行って豆腐食べたいと思ったもん。ごま豆腐、ごま豆腐を食べに高野山に行きたいと思った。
ごま豆腐味噌で食べたこと、逆に、付属じゃない、付属でついてない、なんかたまに、タレ何がおすすめなんですか教えてください。皆さんごま豆腐久しぶりに食べたらめっちゃ美味しいよ、もっちもちじゃん。多分もちもちのもの何でも好きなんよ。だから商品名にもちっととかついてたら基本何でも買います。そう、醤油つけると美味しいんだ。そう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 、わさび醤油美味しそうだわ、美味しそう美味しそう、確かに美味しそうだわ。そう、ごま豆腐ごま豆腐です。わさび醤油、わさび醤油、こんばんは、こんばんは。わさび醤油、わさび醤油絶対美味しいよ。なんだなんだ、まゆちゃんがメンションしてくれたって通知が来た。気になる気、バキバキビートでご一緒させていただいているスイートデイジーガールズさんの年倉まゆちゃん、仲良しになったお友達って言って、いつも明るくてめっちゃ可愛いの、本当にリカさんってめっちゃ可愛いの。あー、お手紙ありがとうございます。そう、愛のホログラムも、あの、そう、愛のホログラムをね、振り付け覚えてくださって、で一緒に踊ってくださって、でそしたらなんか一緒に踊った後でもっとなんか覚えて踊れるようになりますって言って、その後あの TikTok で上げてくださってて、そう、練習したって言って上げてくださってて、次の収録の時にみたいな、上げてくださってましたよねって言って、そうなんです、だってめっちゃ優しいし、なんて素敵なそう、なので皆さんぜひ見てください。やばい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 、あー猫ありがとうございます。あー猫とはありがとう、無事さん、ありがとう、無事さんありがとうございます、嬉しいです。青木本当に嬉しいです、青木嬉しいです、いい子やね、そう、いい子なんですよ。いやありがとうございます、ありがとう、嬉しいありがとう、愛のホログラム踊っちゃうありがとう、メイさん、ありがとう、本当にありがとうございます、ありがとう、本当にありがとうありがとう、あとありがとうございます。まゆちゃんに対してのいい子だね、だよねそうそうそう、けど青木もいい子ですよいや本当にありがとう、マジさん、すごいいっぱい、お城と私のペットですこれはあーネモさん、クマありがとうございます、ありがとうありがとう、あーヤミさん、クマありがとうございます、嬉しい、ありがとう、こんばんは、こんばんは皆さんありがとうございます。残り1時間です、テロップ消さないと、残りわずかです、残りわずかです、わずか、ラストスパートにしようか、スパート、 OK、 こんばんは、マミタンさん、こんばんは、こんばんは、青木いい子じゃないよ本当にいい子かな、わかんないよそんな。今日はけど気合い入れて正タンティーにしました何の気合いって感じやんね、せっかくだから正タンティー着ようと思って正タンティーにしました、正タン T シャツにしました、 RQ 今年の正タンティーもぜひ皆さんゲットしてくださいね。早口紅ありがとうございます。あ、審査員の皆さん、最終枠もよろしくお願いします、よろしくお願いします皆さんよろしくお願いします。わ、すごいさ、顔マンガイの匂いしてきたんだけどさ、洗濯物
外に出したいってちょっと待って、それか畳んで中に入れたいよ。換気扇回すの忘れたよ。終わりだ終わりだ。ニンニク入れてないだけよかった。初見さんありがとうございます。こんばんはこんばんは、ありがとうございます。最初枠もよろしくお願いしますハートありがとうございます。皆さんこんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。セーターティーゲット、そうゲットしましょう。そう室内だってさ朝さあれやん、降ってたやん、いつ降るかなと。えー、生きがいありがとう、あんちゃんありがとうございます。ありがとうありがとうありがとう、だるまありがとうございます。ありがとうみんなありがとう、本当に。こんばんはこんばんはこんばんは。あーみじさん面白い女ありがとうございます。そう青木面白い女です、面白い女なんです何を言ってんのって話やんね。青木は面白い女ですよ皆さん、面白い女だよ本当に。ありがとうこんばんはこんばんは、ありがとうございます皆さん釣れました、本当嬉しい、ありがとう結婚してありがとうございます、嬉しい、ありがとう。あすっごい顔漫画の匂いやばいよ。あとあと何分だろう、あと何分、見えないや、さすがにさすがに見えない。嬉しいありがとう、姫だ姫あーてっちゃんありがとうね、くもありがとうございます。あベイマックさん面白い女です、ありがとうございます青木は面白い女です。カオマンガイ食べたことないの、めっちゃ美味しいよカオマンガイ、私大好き。あの結構好きな食べ物トップに入り込んでくるぐらい好き。そう結構ね上位に来るんですよ顔漫画。めっちゃ演技をしてきためっちゃいい匂いしてきた。玉ねぎ初めて入れたんだけど、玉ねぎ入れたのが良かったのかな。なお28分、ありがとうございます。残り32分です。こんなに面白いメンバーに反応するメンバーいない、面白い女に反応するメンバーいないと思う。やっぱ大阪ですからね、大阪の血が入ってるとやっぱそうなりますよね。カオマンガイってタイだった、多分そうタイだよね。面白い女です、ありがとうございますやっぱ大阪の血が騒いじゃん。カオマンガイタイ、タイだっけ、タイだっけ、タイか、タイ料理、うんタイ料理、タイ料理だっけ、タイ料理か。ジジありがとう、頭ありがとうございます。パッタイ、あー食べたことないかも。グリーンカレーも好きだよ、ココナッツ入ってるさ、美味しいよね。グリーンカレーとほうれん草カレーって全然違うよね。なんか緑色一緒だからさ、なんか一緒かなと思ってさ、いつも緑色のカレーを選んでたんですよ、インドカレー屋さんに行った時に。実はそちらほうれん草カレーでして、青木これ違うかったみたいなことが何回かあったので、皆さんお気をつけください。うわナン食べたいな、チーズナン、チーズナン食べたい、ハニーチーズナンとか。面白い女ありがとうございます、ありがとうございます。アイさんありがとう。そう色で選んでるんです、大体なんか緑のカレーって美味しいなと思ってて。そうそうなんですよ、大体緑のカレー美味しい。なんか私のその高校の時のめっちゃ仲良 いお友達がいるんですけど、あマグナムありがとう、面白い女ありがとうございます、嬉しい。そう高校の時のねお友達がいるんですけど、なんかその子はすごい、あのなんだろう、その子のお母さんとかも結構なんか美容が大好きな、そう家庭の方で、で、まあ、食べあの行くじゃん友達の家。そしたら、まあ、食欲旺盛だったわけですよ高校生、今もですけど。成田さんくもありがとうございます、ありがとう。そうで食欲旺盛で、まあ、行って、そしたらお腹空いたって言ったら、なんかその時に玄米と出会ったの。なんかお米食べるって言われて、そうめっちゃお肌とかにもいいよって言われて、何何何食べたいって言って、何も分からずに食べて、
でその玄米が土鍋で炊いてたのかな確か。でちゃんと置いてるさやつで、もうちゃんとしたやつで、もう炊飯器もちゃんとしてるけど、なんかもう本当にガチのガチの玄米みたいなでお塩で食べてもうドハマりして、そう玄米ハマりましたし、あとフライドポテトも手作りで作ってくれる、そうじゃがいも切ってってやってくれたりとかして、そうドハマりしたんですよねっていうどうでもいい話でした。でそこでまあグリーンカレーも出会いましたよね土鍋のご飯おいしいね、おいしいよね。いやご飯のさおこげ大好きなの青木だけ、めっちゃ好きで、おこげ大好きで、なんかおこげだけさそぎ落として食べたいよね。あーありがとう、熊田は広島のクロちゃん、ありがとうね、クロちゃんありがとう、ありがとうございます、熊田はありがとう、嬉しい、ありがとうありがとう、うん、最近広島の美味しいものばっか回ってくるんだけど、これって広島に行けってことかな行きたい行きたい、バスケもね広島ね行きたいあーおこげ好き、おこげね美味しいですよね、めっちゃキャンプ行くとおこげ、どうしよう、おこげ好きすぎてもう全部焦がすみたいな、もはや全部焦がすみたいななし？ダメ？おこげできたら、だけど丸焦げになったらダメだから、おこげできたらこうちょっと混ぜて、でまた違うとこおこげ作って、また混ぜて白い部分おこげにしてみたいな繰り返し、どう？ダメ？美味しいじゃん絶対あ、キッタさん、クマありがとうございます、ありがとう、いやめっちゃ面白い女ありがとうございます、何これ、面白いこと言ったら面白い女になれるシステムおこげは少しだけあるの、やっぱそっか、やっぱそうだよね、おこげやっぱ何事にもさ、なんかね、なんて言うんですか、目分量じゃない、何事にもねそういうのって大事ですよね、はい鶏キラゾークの鶏釜飯は必須、わかる、あれ美味しいよね、あれさ、なんか1回食べたことがあって、1回じゃない3回ぐらい食べた、そう一番最初に食べた時に感動して、でみよみきに食べてって言ってこう食べたの、もうたまんなく美味しくて、3人でやばいやばい美味しいって言って食べてた、だいたいあのさこうなんか水色のろうそくの匂い一生嗅いでたいの青木だけですか、あーさ、ありがとうくも、ありがとうございます、ありがとうありがとうね、ありがとう、え、なんかこうさ旅館とかでさ出てくるさ、この水色の火つけるやつ、あの匂いだけもう一生嗅げる、理科一生嗅げちゃう、あれ出てくる、そうなんよ、そうだからなんか終電とかがあったりしたら、そういつもね、あの結局締めはラーメンとか、なんかそう焼き鳥丼とかそういうのにするんですけど、まあ、全部美味しい、そう美味しいですよね、なんか旅館とかで出て、なんか美味しいですよね、違う、美味しくないです、あの水色のは食べないです、青木そう、あれめっちゃいい匂いなんですよね、あの匂い小さい頃から大好き、あれで白米食べれちゃうかも、もはやあれで食べれちゃうかもな、そのぐらい好きなんだよな、あのろうそくの匂い、ろうそくじゃないか、ろうの匂い、美味しいんですよね、美味しい美味しいけど、だいたいさ開けたらさ、何これどうやって食べんのみたいなやつ多くない食べんのみたいな多くないですか、多くない、それ青木だけいつも思う、え、何これ何これ何これみたいな分かると戸惑うやつだよね、だよね、ですよね、やっぱそうですよね、やっぱそうですよね戸惑いますよね、あれだいたい開けたらなんかちょっとよくわからんのいっぱい入って、面白いな、ありがとうございます、むつみさんありがとうございます、面白いないただきました、ありがとうございますねえねえ美味しいんだけどね、そういうのが、そう絶対美味しいんだけど、だけどなんかね気づいたらね、
まあ、そうなっておりますよね。今は35分です。口紅ありがとうございます。ありがとう。とりあえず見えてるから。確かに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 、なんかおばんざい屋さんみたいなの行くのがすごいなんか憧れで、一人でね、一人でおばんざい屋さんに行って一人でこうお酒をたしなむのが夢で、そこの料理作ってくださってる方になんか人生相談するのが夢。けど人生相談なさすぎて、あ、今日本当にいるから、なんか人生相談なさすぎてその夢は叶えることがなさそうです基本的にソロ活動に役割る。確かにね、確かにそうかも。ソロキャンプとかやってるもんね。やばい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 よこんばんは。面白い女ありがとうございますねえ、あ、お寿司大好きだ。ありがとう、クマ、ありがとう、ありがとうございます。面白い女ありがとうねありがとう。そう、おばんざい、おばんざい、リカちゃんに人生相談するのが夢。もういつでも待ってるよ。もうけどろくな回答できないけどね。もうそんなん、もう楽しんだらええやんって言って終わっちゃいそうこんばんは、こんばんは、お疲れ様です。ありがとうね、ありがとうございます。ありがとう、みんな。やばい、あれだ、貞子じゃないわ、かなんかの声と一緒になっちゃった今。うまくない今。誰だっけ、キヨコ、誰だっけ、サトコちょっと待って、誰だっけ、キヨコだっけ、誰やったっけ、かやこだ、おえ、待って、かやこだちょっと待って、やばい、今のやばい、かやこだ。あれ、今さ、ありがとうございます、ありがとうかやこだ。あ、待って、ロッカさん、面白い女、あ、まつり、面白い女、ありがとう、今の面白い、メガネくん、ありがとう、メガネくん、どうも、ありがとうございます、お城ありがとうございます、ありがとう、メガネくん、本当にありがとう、ありがとうありがとう、メガネくん、メガネ持ってきたいけどメガネ向こうなんだ面白い女ありがとう、ラッチさん、ありがとう、ブイマックスさん、ありがとうね、面白い女ありがとう、むつみさん、ろっかさん、ありがとう、面白い女です、どうもあ、ケイタ、ありがとう、猫タワー、ありがとう、ケイタ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 、ありがとうありがとう。なんかさ、あの名前呼べない期間がさ、あの長かったからさ、大きい名前の呼び方忘れちゃったよね、もはやあー、キットさん、クマ、ありがとう、みやみきみき、あ、いいなー、キモ制服の目早く出たい、ハートありがとうございます、嬉しい、ありがとう。そう、かやこね、かやっこ、かやっこって言ったらさ、怖くないんじゃない、ホラー映画もね。かやこじゃなくてかやっこ、あ、俺の夢、本当にありがとう、嬉しい、ありがとう、嬉しい、ゲタ、ありがとう。そう、いつから読めなくなる、結構前だよね、結構前な気がする。それでは今何分でしょうか、今は今39分です。45分になったらまたツイートをします。かやっこ、かやっこって、かやっこって言ったら大丈夫そう。ありがとうございます、くま、ありがとう、ありがとう、チャミー、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、くま、ありがとう。リカちゃんの制服目見たい、やりたい、制服の目もやりたい、ずっと言ってる、リセット公演やりたい。あー、星、ありがとうございます、レインボースター、ありがとうございます。ちょっと待って、すごくない、すごっ、とか言っちゃって、もう本当に、もう本当に、としおくんのことも忘れないで
かやっこ今後ともよろしくね。こちらこそよろしくね。ありがとうね。嬉しい、ありがとう。レンボスターありがとうございます。ありがとう。アイスもありがとう。アイス食べたい。さっき食べたけど。あ、メガネくん守りたい。この笑顔守ってください。ありがとうメガネくん、ありがとう。嬉しい、ありがとう。本当にこんばんは、こんばんは。ありがとうございます。皆さん、いや本当に1週間早かったですね。1週間早かったな。うん、ハートありがとうございます。あ、面白い女ありがとう。面白い女の制服の目とデザイン嬉しい、ありがとう、ありがとうね。あっという間ね、あっという間の少女、あっという間の青木だあっという間の青木だわあ、ありがとう。俺の夢ありがとうございます。アンダーに出てたいい公演みたい。あー、いいね。 SK フェスティバルの方かな。だよね、青木も好きなんだよね。 SK フェスティバル大好きなんですよね。大好き。美しい彼が一番。チュ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 。もうけど踊れないわ。もう踊りません。早く会いたくなってきました。嬉しい。早く会おうよ。早く会おうよ。ハートありがとうございます。青木もみんなと早く会いたくなってきた。ありがとう。やっぱりかちゃんの子もじゃん。本当に。かやっことか言ってけど、かやっこってなんかあったよね。なんなんだろうね。なんなんだろう。ちょっとわかんないけど、わかんないけど再来週ね、また幕張だね。嬉しい。そこまでに減量しないと。そこまでに減量するぞ来週は結構ダイエット頑張る。今週はちょっと食べちゃうかも。けど腹筋はね、どんどん鍛えられていってね、どんどん硬くなってきてんのよ。けどその上の脂肪がなくならない。なんでだ。だから次の公演はまだなくなってないと思う、脂肪だるまありがとうございます。嬉しい。やっぱこれソフトクリームとかさ、やっぱそういうさ、なんていうんだろう、甘いもののせいでやっぱ脂肪がついてるのかな。今日はお疲れ様会しますか。そうしようと思ったの、しようと思ったんだけど、ついさっきあのグラタンとソフトクリームを食べたからやめとこうと思って、で顔漫画にしたけど、青木にとってお米はご褒美ですまたありがとうございます。ありがとう。いや、お疲れ様会ってもうけど、青木はね楽しい1週間だったから、全然お疲れ様も何もないよ。みんなが本当に青木のために毎日時間を割いてくれて本当にありがとう。公園で腹筋、やばいな、腹筋はあるけど、 上の脂肪がね今まだ乗ってるからね、全然あれだわ、全然あれだわ、全然何も見えないと思う頑張る。ありがとう。嬉しい。ありがとう。トリプル M、 トリプル M ありがとう。リカちゃんの配信いっぱい見れたの、嬉しい。みんな優しいね。ありがとう、ありがとう。ずっとリカお腹触ってるけど、今こうやってどうやってなくなるんだろうと思ってそう、あの下は筋肉だって言い聞かせといてくださいね、皆さん。そうだよ、そうだよ、筋肉ですよ。あ、ただいま44分。生きがい、ありがとう。青木が生きがいなの。ありか、みんなが生きがいだよ。うちしか勝たん、ありがとう。みんなしか勝たん、ありがとう。ケイタありがとう、マス、ありがとう。さあラストスパートでございます。残り15分。一瞬だったなあ。あ、ともじ、ともじありがとう、ともじありがとう、ともじ猫たん、ありがとうございます。嬉しい。ともじありがとう、ありがとうね、本当にありがとう、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 ごめん、ありがとうって言ったら頭皮映ってた、ごめんなさい
ごめんなさい。こんばんは、こんばんは。ありがとう、本当にありがとう。ありがとうね。こんばんは、こんばんは。レインボースターありがとうございます。ハートありがとう。本当にね、ダンス配信とかもう研究生ぶりじゃないかっていうぐらいのレベルでしたりとかさ、そうギター配信もね、なかなかね、こう多分隣の人に聞こえてるからなかなかしないんだけど、まあ隣の方はもうそろそろ寝れるかなみたいなレインボースターありがとうございます。嬉しい、ありがとう。隣の人も聞けてよく、本当ありがとうね。初日ね、1時間しか配信できなくてごめんなさい、本当に申し訳ない。主権さんこんばんは。むつさんありがとうございます。卵かけごはんさん、くまありがとうございます。ありがとう。あ、バランありがとう。ギター配信まだもうします、します、もう絶対します。みんなが喜んでくれるなら何でもするよ、青木。何でもする。ご飯抜いては無理だけど守りたい。このエネモさんありがとうございます。守ってくださいありがとう。毎日リカちゃん見てたの、嬉しい。ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。こちらこそありがとう。そう、ご飯抜き、ご飯抜きはできないけど、みんなのためでも、みんなのためでもご飯抜きはできないけど、まあ、けど絞りはしないとそろそろやばい。こんな無くならないものなんだね。全部お腹の身になったあ、むつみさんありがとう。むつみレインボースターいっぱいありがとう、ありがとう、ありがとう。星が降っているありがとう。うわ、ありがとう。いっぱいだ、いっぱいだ、いっぱいだ。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。星が降っている、星が降っている。メガネくんありがとう、頑張った、ありがとうね。みんなが だよ。あゆみちゃんありがとう、くまありがとうございます。ウェイマックスさん生きがいありがとうございます。嬉しい、ありがとう。いや、もう本当に青木今日幸せすぎて、多分みんなあれだ、夢に出てくるむつみありがとう。パンダタワーだ、ありがとうございます。いや、待って待って待って、ありがとう。猫タワーもありがとう。待って、ありがとう。もうちょっと待ってやばいやばい、今の顔ダメ。あ、見て、ぺったんこになったやんお城ありがとうございます。むつみありがとうね、ありがとう、ありがとう。パンダと猫とお城ありがとうございます。本当にありがとう、ありがとう。レインボースターもたくさんありがとう。っていうか1週間ありがとう、本当にありがとう。ありがとう、むつみ、早く会いたいよ本当に。こんばんは、こんばんは。面白い女面白い女ですありがとう、嬉しい、ありがとう。口紅もありがとうございます。本当にみんなありがとう、ありがとうございます。こんなあれ見たことない、盛り上がり度みたいな、こんな見たことない。あと10分らしいです、皆さん。あと10分です、あと10分です、皆さん。ありがとうございます。あ、ミラーボールもありがとうね、ありがとう、ありがとう。皆さん、あと10分です。1週間イベント残り10分になりました。なんかもっとね、カラオケね、カラオケとか行って配信しようかなとかね、したかったんですけど、カラオケはいつか行きます、ちゃんと申請してイベントまで、イベント終了まであと10分。面白い女ありがとう。ありがとうね、ありがとう。みんな、あ、キットさん、クマありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう。どこかでお疲れ様会したいね。あー、嬉しい、ありがとう。ギター配信は唯一無二でよかった。ありがとうございます。本当にギターは友達ですから、パンパン叩いちゃって申し訳ない。ごめんね、ごめんね、ギターね。
かやっこって名前にしよう。オッケーオッケー、決まった決まった。この子かやっこです。かやっこかやっこかやっこ。あ、やだな、なんか夜に出てきそうやっぱやだな、やっぱやめとこう友達ありがとう、リカちゃん歌声ありがとうね、嬉しい、ありがとう。そう、かやっこにしよう。あー、ともラブレターもありがとうございます、ありがとう。星もありがとう。面白い女ありがとうございます。面白い女です。あ、面白い女ありがとうございますありがとう。藤さん、むつみさん、ありがとう、嬉しい、ありがとう。最近たくさん配信してこそこそ見てました、イベント。ありがとう。これからも配信するのでぜひ見に来てください。翼くんも友達のサッカーボール蹴ってた。キャプテン翼VMAX さん、ありがとう。面白い女ありがとうね、嬉しい、ありがとう。両親の受音の英才教育がみんなそうだよ、本当に本当に。この期間がきっかけでリカちゃんのことをよく知れた。こちらこそ本当にもうずっと変な話ばっかりして、ほぼ多分ね、あの総合ケース、あの多分8割は食べ物の話しかしてない気がする。で1割はギターな気がする本当にそのレベルだけど、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。あ、池田さんくもありがとう、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます、嬉しいあ、ヒロさん面白い女ありがとうございます。ここに、この青木が面白い女です。これからバラエティ力どんどん、あの開けていこうと思います。ダンス配信もしたね、ダンス配信もしましたね、力にね、うん、もうね本当にありがとう。あ、やべっちくもありがとう、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、ありがとう。レムスターもありがとうございます、ありがとう。確かにカビキラーもした、みんなのおかげでお部屋も綺麗になったお部屋というかキッチンの排水口も。生きがい、ありがとう、私みんなが生きがいありがとうございます。そう、ハイター配信、またなんでそんなハイター配信みんな好きなん、ちょっと普通に普通に、なんでそんなハイター配信が好きなんですかってなんでなんでそんなハイター配信好きなん。ハイターよりリカのこと好きになってよなんでハイターなん。いやいやいや、戦ってるんよこっちは、排水口とハイターと。しかもさ、炊飯器絶対壊れてるやんな壊れてる気がする。レイボースターありがとうございます、ありがとう。この1週間リカちゃんのことがもっと好きになりました、嬉しい。面白いからね、面白い女なの、ありがとう、嬉しいありがとう。こんばんは、こんばんは。よし、やっぱさ、なんかもっと好きになりましたとかさ、なんかこれを機に会いに行きたいですとかさ言ってくださるの本当に嬉しい。ちょっと待ってちょっと待った、ちょっと待った、コール、ありがとうございます。あたこ、ありがとう。ケントさん、ヒロさん最高、ありがとうございます。クロウさん、クマありがとう。ともじありがとう。ねこたわありがとう。ともじありがとう。本当にありがとう。本当に本当にありがとう。面白いな、ゆうじさんありがとうございます、ありがとう。もうもうちょっと待った、ちょっと待ったありがとう、本当にありがとう。ゆきゆさん、クマありがとうございます、嬉しい。たくさん知れたからよかったです。私もですよ、本当にもうね、本当にみんながいてくれたからね、もうこんな、なんか最後まで、今まだ最後じゃないけど、もうよくわかんないぞずっと笑ってられる、ありがとう。やっぱイベントってさ、参加するのもさ、なんかなんだ、もう後で話すねこれありがとう、本当にありがとうございます、ありがとう。まだまだ終わってないからね、あと6分ありますから、ありがとうございます。ミラボールありがとう、ヒロさんありがとう、マッサクもありがとう、やべっち面白い女ありがとうございます、ありがとう。ラブレターもありがとうありがとうございます、本当にありがとう。絶対会いに行きます、待っててください。嬉しい、会いに来てね、待ってるよレインボースターありがとうございます、ありがとう。あ、キットさんありがとう、キットさんタワーありがとうございます、キットさんありがとう、ありがとう。早く会おうよ、本当に。なんで会いに来てくれないの最近
ありがとう、本当にありがとう。あー、あとレインボースターいっぱいありがとう。やばいやばい、星降ってる星降ってる星降ってる。もう今日は満天の星だ。指ハートありがとうございます。あ、池田さんくんもありがとうありがとう。あー、ありがとうレインボースターいっぱいありがとうありがとう。うわ待って、ケンさんシルバーさんありがとうございます。ありがとう、星がいっぱいだ。今日はね晴れだったので、みんなね、本当に名古屋は晴れです。お昼から晴れだったので、夜はたくさんお星様が見れますね。見れないです。はい。全く見えないです。ここからじゃ、はい。窓の線しか見えないです。網戸のね。はい。網戸ぶっ壊れてるんですけど、私のお家。はい。私のお家の網戸ぶっ壊れてるので、あの部屋の換気が全然できなくて、換気扇を全部回すっていうことしかできないんですけれども、あともう一個のちっちゃい窓はね、開けれるんですけど、他は虫が入ってくるので、網戸はまらないんですよね。皆さん、網戸はめに来てくれます？私のお家に。お願いします、本当に。もう一年放置なんです、網戸はまらなくて。本当にお風呂のドアも壊れるしさ。おじじかかだ、ありがとうございます。面白いんだ、ありがとうございます。ありがとう。そう、お風呂のドアもね、この前ねぶっ壊れちゃってね、もうね、もう一人でねガンガンガンバンバンバンってやってね、本当に深夜2時ぐらいに、もうね本当にもうね大迷惑。あー、修二さんありがとう、面白いんだ。皆さん残り3分です、3分です。ワインさん守りたい子だが、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。残り3分だって、ありがとう、本当に本当にありがとうございます。こんばんは、こんばんは。アミドアチャンス本当によろしくお願いします。昨日あと冷房エアコンの掃除もお願いしていいかな。嘘嘘、青木がみんなのお家に掃除しに行くよ。もうカビキラー使えるようになったし。あー、広島のくまちゃんありがとう、ありがとうね、ありがとう、くまありがとうございます、ありがとう。ろっかさん、くまありがとう、ありがとう、ありがとう。花沢もありがとうね、ありがとう。皆さんやばい、8位まで128万ポイント差があります。残り3分です、残り3分です。こんな掃除しに行くとか言ってる場合じゃなかった。マイさん、クマありがとうございます、ありがとう、嬉しい。待って、やばい、いっぱいだ、ありがとう、本当にありがとう。こんばんは、クマありがとう、ありがとう。カップラーメン作る、違うよ違うよ、残り3分カップラーメンに使うんじゃない、青木に残り3分をください。残り3分青木にください。なんかあれやん、あれやん、試合出させてくださいみたいな感じやん、今の漫画で見るやつやん。あー、ありがとうございます。ミラボール、ありがとう、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。あー、クマありがとう、池田さんありがとうございます、ありがとう。残り2分です、残り2分。面白い女ありがとうございます。本当に最後まで何が起きるかわからないので、残り2分です。皆さん残り1分、残り1分です、残り1分。残り1分しか言ってない、残り1分だ。あー、くまありがとうございます、ネギネギ来た、ありがとう、嬉しい、ありがとう。あと50秒ぐらい。あー、くまありがとうございます、召喚。あー、ロッカーありがとう、ありがとう、頑張った、ありがとうございます、ありがとう、嬉しい。愛もありがとうございます、本当にありがとう、ありがとうね、本当に、ありがとう、みんなありがとうございます。残り30秒くらいかな、もう30秒です、残り。ありがとう、本当に。あ、ゆきやさん、くまありがとうございます、残り15秒くらい、ありがとう。あ、ありがとう、タルマもありがとうございます、ありがとう。ミラーボールもありがとう、結婚してありがとうございます、ありがとう。あー、終了です。守りたい子だが、ありがとう、ありがとう、ありがとうございました。皆さん本当にありがとうございました、イベントありがとうございました。ありがとう、あり
とうございました。ありがとうございました。本当にありがとう、みんなお疲れ様でした。本当にありがとうございました。1週間本当にありがとうございました。今このままお礼配信をしようか、ちょっと開けてからお礼配信をしようか迷っているんですけれどもどうしよう。ありがとう、本当にありがとう。けどみんな今もうこのまま見てくれてるもんね。疲れさん、めっちゃ楽しかったよ。だけど明日ね、結果が出るので明日ね、また配信できればいいなと思っています。また別で。なので今日はもうこのまま配信しますね。10分15分くらいで、明日また結果が分かったあともう一回配信したいと思います。つらきがない、確かに。けどね、つらきなんかたけてないのよ。ずっと残り1分で止まってる。本当に皆さんありがとうございました。本当にありがとう、本当にありがとうございます。明日結果が出るので、それまで、明日だよね、明日結果が出るので、さあ、沖の炊飯器多分壊れてるんですよ。多分残り1分ぐらいで、いつもずっと止まっちゃう。あ、鳴った鳴ったピッピ言ってるわ。ありがとうございます。ちょっと待ってね、ペン出す。本当になんかもうこのさ1週間さ、なんかもうそう、初日ねスタートダッシュ切れなくて申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいだったんですけど、本当にあのそう、みんながねみんなが支えてくださって本当に嬉しいですし、なんかイベントをやらせていただくにあたって、面白いな、ありがとうございます。そう、イベントをさせていただくにあたって、なんか自分の中ではなんだろうな、もうメラメラメラっていう気持ちも大事ですけど、何よりもこう一緒に楽しくできればいいなっていうふうに思ってたので、なんかみんながこう楽しかったよとか、なんかまた会いたくなったとか、なんか好きになったよって言ってくださると、オッケー、その言葉がすごい嬉しくて、ありがとうございます。本当にありがとう。本当にね、1週間みんな青木の配信時間のさ、あの配信時間に合わせてさ1日のスケジュールを組んでくださったりとかさ、本当に絶対さ、もう青木だったらもうおいってなっちゃうと思うからそうだから本当にありがとうございます。もう生活の一部にね青木を入れてくださったこととか、なんだろう、こう一日の中でさ、なんか青木のことを考えてくれる時間が本当に嬉しいです。本当にありがとうございました。もう声ガスガスだよありがとう、本当にありがとう。ちょっとちょっと出てきちゃった、ちょっと出てきちゃった、ちょっと映画館のやつが出てきちゃった、映画館のやつが出てきちゃった。ということで、これさ久しぶりにやるんやけどさ、てか初めてやるんやけどさ、これさどうしたらいいんだろう、見えないな、かぶってて見えないなかぶっていて見えないな。ありがとう、ありがとうございます。壇上がちょっとごめんなさい、初めてのものでしてちょっと待って、もうちょっとさスマートに行きたかったんだけどさ、めっちゃ今画面寄ってたよね、ごめんね、目しか見えてなかったよね、目と頭皮しか見えてなかったよね。どうやってやるの、表示できるよ、うん、いけないけど、あ、すご
いねこれ。これすごいね。これどうしようどうしよう。だ壇上、壇上とはちょっと待って。壇上と10まで9910、うん、ちょっと待ってちょっと待って13か。オッケー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 、いきます。じゃあなんか可愛く描こう、可愛く可愛く描こうと、待ってね。お絵かきタイム、お絵かきタイムではないけど、お絵かきタイム、お絵かきタイム。けど青木の絵が下手くそということは忘れてはいけない。あーほらほら間違えたよ、ほら間違えたよ。はい無地さんありがとう。ちょっと待って、これを描きたかったんだけど違うね、なんか違うね、なんか違う、これはこれです。はい無地さんありがとう、本当にありがとう、ありがとうね。またたくさんお話しましょう。これはこれです、青木の、あこれですごめんなさい、ありがとう本当にありがとう。パチ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 で、ありがとう本当に。そして12、青木のさ読み方でいい、青木が読んでる読み方でいい。ありがとうね、こちらこそありがとうね、本当にありがとう。できた。ね、メガネくんありがとう。これは決してメガネくんの似顔絵ではなく、そうこんなごめんなさい画伯なので、はい、そんなもうそんな似顔絵なんてもうそんな同期の似顔絵ですらあんな感じなので、はい、メガネくんありがとうございます、嬉しい、ありがとう。可愛くないけどこれ可愛いよねメガネくんありがとうね、嬉しい、ありがとうございました本当にそう、青木のこれは青木のメガネで、青木のメガネをかけるとしじみになるので目がこうしじみにしてみたって、もはやこれは青木の顔ですありがとうありがとうございます。そしてでん、できました、じゃん。 MMM と書き、私はトリプル M とショールームでは呼ばせていただきましたありがとういろんな呼び方があるぞ、うん、だけど今はトリプル M って呼びますありがとう本当にありがとうございます、ありがとう、たくさんまたお話ししようね、かわいい、ほんとありがとうありがとうございますトリプル A、 もうトリプル A です、 A プラスプラスプラスです、もう皆さん A プラスプラスプラス、うん、ありがとう本当に。なんか M ってかわいいよねありがとうございます。そしてえ
やんこれ。いいやんいいやんいいやん。はい、続いてやべっちありがとう。また青木バスケの絵うまいな。やべっちありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。嬉しい。やべっち、やべっち、なんかさっきこれどういうシステムみたいな、なんかめっちゃコメントしてたけど、こういうシステムです。あ、待って待って、あ、待って、コスモス描こうとしたらあれじゃん、あのごめんなさい、クローバーになっちゃいました。ありがとうございます。ありがとう、やべっち。そう、こういうシステムです。こういうシステムです。待って、青木がボールの絵しか描けないのバレてしまうぞ、そろそろバレてしまうぞ。そしてどうしようかな。できた。ロッカさん、ロッカーありがとう。ロッカのロッカーをこじ開けちゃうぞということで、これは青木です。これ会った時絶対に何あれってなるよね。青木そんなこと言わないじゃん普段ってね。ありがとう、本当にありがとうございます。ボン人間だけど、これは青木です。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。本当にありがとう、ロッカーありがとうね。ありがとうございます。ロッカーのロッカーをこじ開けちゃうぞ。やばい、これさ、下にさ映っちゃうよね。そして次、でん、マッス、ありがとう、マッス。マッスのこの文字書こうと思ったら、なんかなんか顔みたいになっちゃった。マッスのマッスのマッスとこの口みたいになっちゃった。マッスありがとう、嬉しい、ありがとうございます。マッスありがとうね、本当にありがとう。ありがとう。マッスどこにいる？出てこないとかやこが行くぞ。マッスありがとう。出てこないとみんなかやこが来るからね。かやこが来ちゃうからさ、みんな来てよね。あ、危ない。なさ、ありがとう、こちらこそありがとうね。ででん、パルオーありがとう。パルオーはなんかいつも太陽みたいだから、太陽の絵にしてニコニコ太陽の絵にしました。パルオーありがとうございます。本当にありがとう。本当はね、みんなの似顔絵とかね描こうと思ったんだけど、ちょっとみんなの似顔絵を描いてしまうと青木多分本当に怒られる。下手すぎてちょっと失礼になっちゃう気がするから。そう、リカちゃんお疲れさん、ありがとう、本当にありがとうございます。ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。パルオありがとう。よかった、パルオ今コメントしてくれたから、だから
かやこは来ない、かやこは来ません。よかったですね、ぐっすり眠れますね。そしてじゃじゃん、 VMAX さんありがとう、 VMAX ありがとう、ありがとう、 VMAX ありがとう、ありがとうございます。やっぱギターでしょう、まあ、ギターじゃなくてもドラムなんでもあれなんだけど、バンド、バンドのイメージ、ギターなら書けそうかなと思ってギターにしたんですけど、これもはやベースだよね、弦の、弦のね、そうですそうです、正解正解。ちょっと弦がね、弦がねちょっとあれなんですけれども、またバンドのお話もしましょう。ありがとう、またね、ありがとう、本当にありがとうございます。オフトークもまたできたらぜひ見に来てください、皆さんも。そしてまだ見てくれてるかな、見てくれてるのかな、じゃん、続いて3位でございます。あ、見てくれてた、キットさんありがとう、キットありがとう、怪盗キットさんありがとうございます。キットさんって呼んでるからあれだけど、なんタコにした。大阪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 トークしましょう今度。大阪トークしようよ。ありがとうね、ありがとう、キットさんありがとうございます、嬉しい、ありがとう、本当に最近お会いできていないのでもっとお会いしたいです。ありがとう、可愛くない、タコうまくない、タコうまくないですか、うまくないかな。うまくないかな、ありがとうキットさん、本当にありがとうね、ありがとう。そして次、まあ大阪トークじゃなくても青木のことどんだけ好きか伝えに来てくれてもいいんだよ。うまいよってね、ちょっとさ、次、あーダメ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 、待ってね、めっちゃインクが染みてる。待ってね、見てくれてるかな、あ、いた、ともじー、ありがとう、ともじー、ありがとうございます、ありがとう、ともじー、本当にありがとうね、にありがとうございます、本当に、もじありがとう、パチ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 。こちらこそ楽しかったです、本当に嬉しい、そう言っていただけた青木は本当にもうそれがもう心の支えです、ありがとう、ともじこれからもたくさん一緒に思い出作りましょう、ありがとうね、ともじ LOVE ともじLOVE と書いてともじと読む、その心は
どちらも大好きです。ということで、次、続いて第1位です。待って、かすれちゃった。かすれちゃったからもう一回書くね。かすれちゃったよ。かすれちゃった。よかった、似顔絵を描こう。1位オッケーででん1位むつみありがとうむつみありがとう、本当にありがとうございます。もう本当にイベントがさ、全然本当にもう青木もどうしたらいいんだろうみたいなことだったんですけど、もう本当にたくさん教えてくださって、もう本当にありがとうございました。そして本当にいつもね、いつもむつみの笑顔が大好きです。あのむつみさんの笑顔は私個人的にワンちゃんみたいだなと思っていつも癒されているので、犬の絵にしました。それに似顔絵といっても、あの画伯なので犬の絵なら描けると思ったので犬にしましたけど、犬でもこんな、このごめんなさいけど青木にとってはとっても可愛いワンちゃんです。ワンちゃんの絵なんですけど、はいありがとう、本当にありがとうございます。ありがとうありがとう、楽しかった、ワンカワイありがとうございます。本当にもう本当にありがとう、早く会いたいです。そしてもう皆さん本当に早く直接お礼を伝えたい。待ってそしてでエブリバディありがとう面白い女でしょありがとう、本当にありがとうございます。そうイベント集計出たら、そうまた明日配信するので、そうイベント集計後、今はそうこちら見れる範囲でさせていただいてますまた明日もね配信させていただきますエブリバディありがとうございました。みんなありがとう、本当に面白い女でしょ飽きないでしょ、みんな大きな飽きちゃダメだよ。エブリバディで合ってるのか分かんないけど、オール分かんないんだけど、ありがとう、本当にみんな、みんながいてくれたから1週間楽しく配信ができました。本当にありがとうございました、皆さんありがとう、本当にありがとうございますみなさん、明日からお仕事の方もたくさんいらっしゃると思いますが、これからも SKE48 と青木理香への応援よろしくお願いします青木を見て少しでも笑顔になってくださると嬉しいです。本当に本当にありがとうございました、みんな大好きです。本当にありがとうございました寂しくなりますね、かわいい顔漫画だありがとう、本当にありがとうございましたお疲れ、ありがとね、本当に皆さんありがとうございました。また明日
お会いしましょう。またね、ありがとうね。本当に本当にありがとうございました。たくさん皆さん休んでください。たくさん寝てください。ありがとうございました。おやすみなさい。またね、ありがとうね。ありがとう。大好きだよ。またね。